どうした？動きが遅いぞ、長次。なんで、なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ。覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。わかってる、わかってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ。容赦はいらん。でも無理だよ。僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ、長次。ダメだ、長次のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に来るぞ。戦闘開始。しかも分かってるな。はあ、全力で相手を止める。ダメだ、僕にはできることないよ。先生を相手に戦うことなんてできない。長次、俺たちはもう守られるガキじゃねえはずだろ。今は守る側だ。アスマに己の方を殺させる気か。優しさを吐き違えるな。私たちはアスマ先生と一緒に10班として多くの任務を務めてきた。あんたの気持ちも分かる。アスマの戦いはいかにも。でもアスマ先生を知り尽くした私たちだからこそ、忍び連合のリスクを最小限にして止められる。強くなっても力が足りない。俺はできっこないよ。大丈夫か。この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるなと言いたいとこだが。クソ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、ぼ